なんか怖いな気がする。ひぃー、うそ、ひぃー、落ち着いて。こんなの落ち着いてられないよ。緊急事態だよね。なんかこっちから聞こえたんだけどな。え、そっち行かない方がいいよ。戻ってきて。ダメ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 、善一君、戻ってきて。百戦錬磨の僕には分かるの。戻ってきて。え、なんで。この鳴き声は絶対にモンスターなの。僕には分かる。ここでモンスターがどっかに行くの待とうよ。危険なの、僕を信じて。マイキーがそんなに怖がるなんて珍しいね。分かったよ。そう、それでよきよき。僕が間違ったこと言ったことある？ないよね。この鳴き声は絶対にモンスターなの。ここから動かない方が絶対に安全なの。助かるためにもう動かない方がいいんだよ。この声は絶対にモンスター。早く戻ってきて。バッと分かった。あ、猫ちゃんだ。わあ、猫ちゃん来てくれたの。善一が助けた猫ちゃんだね。まあやっぱりあの鳴き声はモンスターじゃなくて猫ちゃんだったよね。うんうん、知ってた知ってた、分かってたよ僕はね。マイキー、さっきまであの鳴き声は絶対モンスターって言ってたのに。まあ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 、猫ちゃんの鳴き声が反響して恐ろしい鳴き声に聞こえてたってことだね。ん？ん？ん？すごい。行ってみようよ。うん、行ってみよう。こんな風になってるんだ。お、マイキー、ここから上に行けそう。こんな秘密ルートがあったなんて。猫ちゃんのおかげだね。うん、ありがとう。まあ僕は最初から猫ちゃんが助けに来てくれたって思ってたけどね。ジェットパック壊れちゃったね。善一のお父さんのジェットパックなのに僕のせいでごめんなさい。わざとじゃないし、いいよ。でも修理はしたいな。治るかな。僕ができることなら何でもするから言って。うん、まあとりあえずパーツショップに見に行ってみようか。うん、行く行く、参ろう。はあ、必要なパーツ高くて買えなかった。はあ、僕の故郷ならあのパーツそこら辺に落ちてるのに。うぅ、僕のせいだ。まあまあ、大切なジェットパックが。はあ、海だ。ジェットパック。はあ、ジェットパックが。ん？ん？はあ。そうなんです。このジェットパック壊れちゃったんです。修理できそうだけど部品を買うお金がなくて。え？未来山の頂上にしか生えていない花を取ることができたら修理のパーツをくれるんですか？やった！どんなお花なんですか？え、行けばわかるって？でも未来山ってどこにあるんだろう？僕、未来山の場所知ってるよ。探そうよ。そのジェットパックで飛んでいけば余裕じゃん、善一の背負ってるやつね。もう一個は僕のせいで壊れちゃったけど。確かに。ジェットパックで行ってきますよ。そう簡単には行かないって？あれが、未来山か。そう、未来山だね。すんごい高い山だよね。うん、まあ僕に任せてよ。僕亀なのに登山得意だから僕についてくれば大丈夫。おー、それは心強いな。ジェットパックもあるしね。でもさ、なんで雨が降ってるんだろう。今日の天気予報は晴れだったのに。まあまあいいからいいから、さあジェットパックで頂上まで行こうよ。簡単簡単、亀なのに登山に詳しい僕とジェットパックに詳しい善一がいれば楽勝でしたね。楽勝な依頼でしたよ。マイキー、ん？このタイプのジェットパックは水に弱いから雨の日は止めないんだ。悪いけど。え？そうだったの？じゃあ頂上の花取れないじゃん。まあ晴れるのは待とうかな。この山は一年中雨が降ってるので有名なんだよ。じゃ仕方ないからジェットパックなしで自力で登るしかないか。わあ、そうだね。あ、僕についてきて善一君。ここ見える白い足場、ここはまだ簡単なレベルだと思う。ここでミスしてたら先が思いやれるレベルかな。ああ、緊張してきたな。わかるわかる、昔は僕もそうだった。ま、僕に任せて。善一君はついてくるだけでいいからね。うん、うん、じゃあ今日、ほいほいほい。え、マイキー、はあ、はあ、
まあ今のはちょっと。ちょっと今の風にしないと。大丈夫、うん、こんなとこでミスしてたらね、先が思えられるからね。おぉ、全身やってみる？あ、やめんの？全身やってみてよ、まあ、ちょっと、とても難しいから何回か挑戦してもいいよ。わかった、頑張るよ。頑張って、集中集中、いけるかな。まあ難しいから、ちょっと頑張ってみるわ、いくよ。そこまでは簡単。そっからだから。そっからはむず。こんなもんでしょ。やっと落ち着いた。次は何？ん？次は、多分だけれども、これは人間大砲だね。人間大砲、僕、亀だけど。爆発の威力で上まで一気に飛ぶってわけだね。あそこかな。僕ね、これ得意。これはコツがいるからね。まあ、全身見てて。僕が見本見せてあげるよ。じゃあ行くよ。分かった。3、2、1、ゴーシューッ。今のはね、わざと悪い見本見せてあげたって感じかな。もう一回だけやっていいかな。3、2、1。まあ、僕得意だから見てて、そこで。なるほどなるほど。もしかしたらこれ調子悪いのかもしれない。僕の技術力じゃなくて、多分これの設計ミスかな。全員分やってみる？ちょっと難しいと思うけど、やってみてもいいよ。分かった、じゃあちょっとやってみるよ。マイキーが今度は見てて。じゃあ、まあ無理だと思うけど。あそこか、確かに高いよね。マイキー2回とも届かなかったもんね。気楽に気楽に、肩の力抜いて、一発でうまくいくと思わない方がいいから。分かった、じゃあ見ててマイキー。しょうがない、見ててあげるか。よしよし。いや、いいんだよ、これでミスしてもしょうがない。気にせず気にせず。まあ、あんまね、一発クリアすることってなかなかないからね。マイキー来れたよ。よし、先進んでよっと。まあ、上で待ってるからマイキーも来てね。よし。まあ、そんな何回も続かないから、うまくいくことはないから。どう？さすがに失敗しちゃった2回目は。そうだよね、2回目は連続でうまくいくことなんてないからね。僕はまだ1個目で手こずってるけど。頂上付近まで来れたよ。うん、じゃあお先に。上で待ってるから来てね、早く。だいぶ手こずった。まあ簡単だったけど、まだジェットパックがあればね、一瞬でクリアできるんだけど。ジェットパックがあればね。またまたマイキー、そうだね、まあ、ジェットパックがあれば楽だったかもね。ところで次は何だろうな。とりあえず進むか。まあここまでも簡単だったよ。時間はかかったけどね。分かった分かった、行こう。次は何？これは TNT ランみたいだよ。やった、やっと僕が得意なの来た。やっと僕の実力発揮できる僕が得意なの来た。じゃあ早速僕これやってもいいかな。いいよ、頑張ってマッキー。得意なんだよね、俺。悪いけど、一発クリアかな。得意なんだよ。ちょっと笑い取りに行ってたのかな、僕は。ジョークジョーク。次は一発クリアするから。実力、見せちゃうんだから。全身君、多分これはね、設計ミスかな。これはクリアできなくなってる。残念。そうなのかな、設計ミス。僕もやってみてもいい？マイキー、これいいけど、だと思うよ。他のルート僕が考えてあげるよ。仕方ないな、この TNT ランまさかクリアできなくなってるとは思いませんでした。クリアできないからやめた方がいいと思います。まあ、マイキー一回やってみるよ。いくよ、一回ね。ええ、設計ミスじゃないってことか。ここまでやっとたどり着いた。ここが最後じゃない？そうかもしれない。デジ、これ多分最後のアスレチックだ。多分これものすごく難しい。僕が見本見せてあげるよ。今度こそね、期待を裏切らないよ。よしよし、一歩一歩ゆっくり。
慎重だね。当たり前じゃん。難しいからね。一歩一歩ゆっくりやらなきゃこれは無理だ。おまけ頑張って。頑張る。今もゆっくり一歩ずつ行ってるから。うん。あ、難しい。あ、手が震えるよ。足も震えるけど。あ、クリア。簡単だった。ここは難しいから純一くんゆっくりやりな。それでね、うん、僕には簡単だったんだけど、ゆっくり来な。すごいの。うわあ、何、お花がすごいよ。純一も早く来なよ。けどゆっくりね。何見たいんだけど。何、わかる。流行る気持ちもわかるけど、ゆっくり来な。安全にね。難しいから大丈夫。準備できた。わかったわかった。ゆっくりでいいから。うん、よし、準備ね。くれぐれも、うん、ゆっくりいっぱいいっぱ、うん、ゆっくり。なんでそんなうまいの。すごい綺麗なお花だね。行けばわかるって本当だったんだ。けどこのお花何に使うんだろう。かっこよくない、うん、このお花。僕だったら家に飾る。かっこいい。絶対飾るんだよ、間違いない。多分とっても貴重なお花なんだろうね。おじさん、このお花何に使うんだろう。気になるところではありますけども、一輪持って帰りますか。そうしましょう。よし、お花持った。うん、じゃあこっからショートカットして降りようよ。どこ、こっちからショートカット。ついてこれるかな。僕崖下りうまいからね。行くよ、うん、ついてこれるかな、うん。ああ、ちょマイキー大丈夫。ああ気をつけてね、マイキー。ああ痛い痛い痛い。はい、取ってきました。うん、ほ、踊っちゃうくらい嬉しいんですか。僕も踊っちゃった。ああパーツ、パーツだ。ところでおじさん、そのお花何に使うんですか。やっぱり飾るんですよね。ねえ、こんな素敵なお花だもん。僕だったら絶対家の中に目立つとこに飾りますね。おじさんもそうでしょ。僕わかりますからね。僕カメなんですけど、こう見えて人間の気持ちすごいわかるんで。好きな子に渡すんですか。素敵ですね。せっかくのこんな素敵な花プレゼントしちゃうなんて、すっごいや、すっごいや。ちょっと満足してくれてよかったね。よし、じゃあマイキー、早速このパーツでジェットパック直しちゃおう。直しちゃいましょう。戻りましょう。よし、これで直ったよ。直った。はい、やった、ありがとうございます。あとはたくさん仕事来ないかな。仕事の依頼を待つだけだね。僕もそう思って、純一君のために電話帳にね、ここの電話番号書いといた。どんな面倒くさいことも引き受けますって書いておいたから。どんな面倒くさいことも。それはちょっと違う気もするけどね。まあ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 、僕のおかげで電話がいっぱいになって仕事が増えたら感謝してくれていいんですよ。とりあえずジェットパック直ったし、空飛ぶ練習しちゃおうかな。マイキー、それ遊びたいだけでしょ。燃料がなくなっちゃうからダメダメ。へ、お、電話電話。おう、ここか。うん、依頼内容はペットのカメの見張り。ほう、しかも24時間。ほう、飼い主さんがお出かけするんだって、うん、しかもね、絶滅危惧種のとっても珍しいカメだから見張っててほしいんだってさ。僕が何でも引き受けるって書いておいたおかげだよね。僕のおかげで来た仕事、うんうん、ついちの手助けができて僕嬉しいよ。ただ喋れるこのマイキーよりも珍しいカメがいるのかな。はあ、一応動物を助けているうちに入るのかな。まあいいや、仕事が来ないよりは。ただ24時間も見張るの、途中で眠くなっちゃいそう。そんなにたくさん僕起きてられないよ。まあ交換しながら見張ろうよ。どっちかが見張ってる間、もう片方が休憩するっていうのはどう。大賛成。そうしましょう。絶対にサボらないでね。見張りの人はここから動いちゃダメ。寝るのも禁止。わかった。じゃあジェットパックで練習でもしてようかな。いやマキ、だから燃料がなくなっちゃうって、あとちゃんと
見張りしないと。もしこの亀がいなくなっちゃったらどうするの？確かに。まあ最初は僕が見張るよ。本当？じゃあ僕は森で遊んでくよった、うん、あ、マキちょっと待って、ジェットパックはこの中にしまっておこうか。うん、オッケー、わかった、うん、よし、じゃあ僕もしまった。よし、見張るか。今は僕が見張ってるからいいけれども、マイキー真面目にやると思えないな。どうせジェットパックの練習とか言ってサボりそうだしな。あ、そうだ、サボってジェットパックで遊ぼうとした時のためにトラップを仕掛けておこうかな。よし、そろそろ交換の時間だ。時間通りだね、マイキー。もちろん、僕は約束を必ず守るからね。お、じゃあ見張り中にジェットパックの練習しようとか思わないでね。うん、あとこの絶滅危惧種で本当に貴重なカメだから、真面目にやってね、マイキー。もしも逃げちゃったなんてことがあったら大変だからね。損害賠償請求とかされたら本当に大変なことになっちゃうからね、マイキー。わかってるって。カメの気持ちがわかる僕に任せてくれれば大丈夫だってばよ。わかった、じゃあマイキーよろしく頼むよ。僕向こうで昼寝してるわ。それでいいと思います。うん、ふう、退屈だな。どうしたの？出してほしいの？でも僕は見張り頼まれてるんだよね。え？やりたいことがある。はあ、絶対に逃げないから出してくれ。そうですね。しょうがないですね。僕も眠たくなっちゃったから。クミさん、逃げちゃダメだよ。出てってもいいけど、この後逃げないでね。僕も仕事だからさ。ただ疲れたから少しだけ昼寝させてもらうかな。じゃあちょっとばっかし昼寝でもしますかね。おやすみ。